ゃあこんにちは、瀬豊さん、はい。まあ、いよいよ、夏の高校野球の甲子園の、ね、はい、本大会が迫ってくる中、もうね、一発勝負のね、はい、緊張感ってないぞ、お前。毎年夏ね。いやー、すごいぞ、やっぱ。で、今、各地の予選が行われていて、はい、やっぱり甲子園、あそこを目指して、今、戦いが始まっていますよね。そうだな。豊さん の、 あの地元も、まあ顔出したりだとかしたけど、なんかすごくいい雰囲気でやってるし、ただ一発勝負のね怖さっていうのもね、まあ話をこうしてたら感じられるし、ありますよね。まあその中でな、結果出していかなきゃいけない。そうですよね。やっぱりこの地方予選でいつもこう踊るのが、ドラフト注目はこの選手じゃないかとか、あとは強豪校が2回戦で敗退っていうことだったりとか、まあ、そうだから、ね、一発勝負の、ね、怖さはあるよ、うんうん、ただね、その中でこの前ね、はい、ショップ行って、うん、道具とかいろいろ見てきたよ、はい、いろいろ進化もしてるしさ、はい、高いな、まずびっくりしたのが結構価格上がってましたね。上がってんな、グラブ1個が8万円とかだよ、8万するんですか。8万する8万するんですか。8万する。俺らの時でね、はい、2、3万だったと思う。ものすごい上がってますね。上がってる上がってる、まあ、物価高騰もあるのかもしれないですけど、でそれに伴って金属バットとか、木のバットとかも見てきたけども、はい、高いな。あ、もうそれぞれやっぱり道具が今値上がりしてると。で、道具の話で言うと、今年からというか、金属バットが、まあ、あの春の選抜からね、はいはい、あのより低反発のバットに変わったというところで、はいはい、やっぱりさ、あのピッチャーのライナー製のフォーボールが当たって危ないということもあって、はい、金属製の低反発のバットというふうに切り替わったんですけれども、現場はじゃあそれ、ね、どういうふうに対応しているのか、現場の声、まずね、まあ、現場というか選手の中では、はい、やっぱ木のバットを使う選手も増えたよね、うん、え、これが出てきた対策としてっていうことですか。だから金属バットは本当に飛ばないからって言って、はい、木のバットの方がしなりがあって飛ぶとか、はい、芯に捉えた時の飛距離の方があるとか、うんうん、選抜でも木のバットを使ってた選手がいるよね。あ、OK なんですか。いや、そう OK だよ、それはいいよ。そうかそうか、それは木はいいよ。木ダメだって言ったらプロどうすんの。確かに、あの高校野球っていうとみんな金属、まあ、そういうイメージがあるよね。イメージあったもんね。ただね、やっぱ折ると一本、もう初球で折るときあるから、ガクってガクって、あーどころじゃない、もうとにかくひっつけたいぐらい、ね、ボンドでひっつけたいぐらい、ね、本当に。まあでも木のバットはね、はい、あの使う選手も増えてきたりだとか、はい、で作戦面では、いや、びっくりするのが、ランナーサードにいてエンドランかけるときは、おー、サードランナー走ってアスクイズかなと思ったらエンドラン、はい、だからまあそういう作戦だとか、うん、まあ、細かいやっぱ作戦が増えたかなっていうような感じがするよね、うん、やっぱりそのバットの質によって作戦面も変わってきたという声も上がっていまして、はい、これ朝日新聞が香川大会に出場する37校の監督を対象に実施したアンケートなんですけれども、30校の監督がこのバットの基準が変わったことで高校野球が変わるとやっぱり回答しています。例えば具体的には、ロースコアの試合が増えるので采配が変わる、また今までの大味な野球は影を潜めそう、守備力の高さが問われるようになるなどの意見が上がっていると。やっぱりホームランとか長打とか大きい当たりが減ってくる、こうスモールベースボールが重視されていくんじゃないか。まあそうだろうね。まあそういう準備はね、各チームしてたし、はい、やっぱ一番大きいのはやっぱ走塁を磨いたら一番いいなっていうふうには思うよね。うん、まあそういう細かい野球プラス、はい、まあ走塁面で勝てるようにしとかないと苦労するだろうなって。長打がなかなかないからな、はい、でただね、俺思うんだけど、正しい打ち方と飛ぶ打ち方ってあるんだよ、はい、正しく遠くへ飛ばす打ち方って、それを習得するには一番いい時期かなって思うんだよね。ちゃんと打って低反発だから飛ばないってことはないよ。はい、やっぱ飛ぶから、うん、だから飛ばないで、それはもう芯外してたらどんなバットでも飛ばないし、うん、だけど高反発って言ったらどんなところで打っても反発してたからね。そ、ま、あの言っちゃいますもんね。そうそうそう、いやだからまあそういうことでバッティングが雑になってたけども、はい、やっぱしっかりした技術を磨く上では非常に低反発っていうのは
まあいいよね。そうですね。いい機会だと思って。確かに。打者は。うんうん、あの監督さんも例えば芯で正確に捉えないといい打球は飛ばない。はい。っていうふうにも話されているかと思うので。もちろんもちろん。まさにそういうことですよね。うん、あとはバットの先で打った時の音と変わらないので打球判断が難しくなったというふうにこの守備面での難しさって。まあでも音で守備をしてるわけじゃないからね。そっか。うん、やっぱ甲子園出て。あの大歓声の中で打って聞こえるかというとそんな聞こえないから、はい、まあそうか甲子園行くとそうだね、うん、だから木もそうだし、うん、やっぱ打球のこう飛んでくる速度、はい、バーンと当たった時の速度だとか、うん、それを瞬時にこう計算の中に入れなきゃダメだよね。そうですよね。あと実際にやっぱりその試合にも得点にも現れてきていてこの新基準バット導入前の2023年の春の香川大会のホームラン数っていうのは10本、はい、で2022年は11本だったんですが今年の春の大会では2点差以下の僅差の試合が10試合ということでやっぱりこの高い軌道の打球がフェンス前で失速する場面がやっぱり多い、うん、でホームラン数も減ると。まあそうだね。はい、まあ、これはもう仕方ないな、うん、ルールだからね。そうですよね。まあ、ただちゃんと規定に合わせてほしいよね。そこなんですよ。はい、じゃないと、うん、やっぱちょっとずつ変えてたみたいなことはなしにしないとな。そうです。実はこれ7月10日の日刊現代がこれ明らかにしたんですけれども、まあ、高校野球に新導入低反発バットはインチキだらけまともな製品は14社中2社と衝撃というふうな、うん、こうちょっと衝撃的なタイトルで出ましてどうやらその新基準に当てはまっていたのは14社のうちの2社だけでその14社も出してるのバット。そうなんですよ。まあ水野とかいろんな14社あるんですけれども、まあ、金属バット上のキャップを外してそこに消音剤を入れるんですけれどもその消音剤の位置によってばらつきが各社あってどうやらそのこうそこでちょっと違反になってしまったものもあるようだということなんですけれども低反発のバットって3万円から4万円1本するということで、協会側が、各個1個ずつに3つ提供したと。3本3本です3本、はい、1個は学校側が指定するメーカーのもので残り2社はもうランダムに協会側がこちらが提供するといったものを提供したんですけれどもその結果調べてみたところ14社中2社しか基準をクリアしてなかったということで本当かよっていうそうなんですねそれは困るね。そうですね。それがその例えば打ち方打球とか飛距離にどう関係するのかまではちょっとわからないんですけどもただ違反は違反だったということで、まあ、違反っていうのは低反発っていうのは、はい、やっぱその基準を満たさないと低反発ってしないんでしょ、はい、それを基準を超えてたっていうこととか、はい、基準値に違うものを設定にしてたとか、まあ、それはいかんな、はい、ただやっぱり各メーカーとも低反発ながらよりちょっとでも打てるっていうのは魅力ですよね、メーカーは。そりゃそうだ、低反発の中でも飛ぶバットみたいな。そうそう。ねえ、みたいな、理解に苦しむようなね。ってなると、やっぱり私学、私立だったりとかでお金が、はい、あるところは、そういうバット、メーカーのものを取り入れたりっていうのは、したい気持ちはありますよね。まあ、低反発っていうのは、音は出ないんでしょ。音はやっぱりかなり抑えられる。やっぱ抑えられる、ね。ちょっとやっぱ違うっていう。で、音が抑えられてて、飛ぶバットっていうのもあるかもわかんない。ね、そうなんですよね。そうなったら分からんもんな。どうやって調べるんかね。そうなんです。だからどういうことでそれがちょっと明らかになったのかまでは書いてないんですけれども一応それが市場に出回っていたことが判明していずれも回収及び使用禁止となったというふうには出てはいるんですけれども、まあ、4月の時点だったので今はもう大丈夫なんでしょうけれども、はい、そんなにすぐ買い替えれるわけにもいかんしな。そうです。そのお金がねあるところはいいんですけどないところはやっぱり1本3万から4万するんだよ、はい、で個人で買ってる人もいるよな。もちろんいると思います。それが違反バットだったら買い替えないかもんな。そうなんです。使えないからということはね本当に1回で10万弱飛んでいくって考えるとかなり大きいですよね各家庭に対しても、まあ、で1回で10万は飛ばない10万弱交換してとかになると、まあ、交換な、はい、まあまあね、うん、いや違反はなしにしようよ、うん、やっぱな各メーカーとも売れたいっていうのは気持ちはねあるんです。いやそれしかなかったらねあとは好みの問題でどこのメーカーみたいな感じで買っていくからね、うん、あとは形とか、う
まあ、そういうのもあるし、はい、でも基準は一緒にしとかないとな。いや、そう、不公平出ますよね。不公平出るし、はい、せっかくこうねルールにのっとってやってんのに、はい、大人たちがさ変えちゃいかんよな、それは。そこはね、自分たちのこの私利私欲というか利益のためにやってしまうと、おかしいことになるな。そうですよね。あとちょっと話は戻るんですけれども、はい、各校がこの低反発に対してどう対策しているのか実践、編で津田高校を訪ねたこれ、問いなんですけれども、新基準バットよりも細い鉄のバットを使って公式球よりも小さなボールを打つ練習も取り入れたなんていうのもあるんですけれども、これはより真理だ。いや、まあそれはいいんじゃない。いや、まあそれはもう好きでいいと思う。それもあるんですね。より小さくてね、そうそうそう、まあ、ミート力を上げると上げるとか、まあ、それはいいと思うけど、うん、バットの扱い方だな、うん、やっぱシナリオ入れるとかさ、はい、まあ、そういうこともあるし、うん、打ち方って変わらないけど、やっぱり芯で捉えないとまずは飛ばないということだから、はい、どんなバットでもね、うん、はい、バットの芯を知るという意味では、うん、まあ、いい機会かなっていうふうには思うけど。そうですね。ただそういう面もありつつ、弊害という面ではやっぱりこの経済的に厳しい学校はやっぱり変えないとか、あとはみんなで3本を持ち回りでとか、そういう差が出ちゃうっていう、まあ、それはしょうがないよ、ね、まあ、そうなんですよね、うん、寄付募ったりするしかないのかな、まあ、まあそんなに違いはないよ、金属バットでね、うん、まあ、重さとかバランスとか、まあ、あるのかもわからないけども、うん、ちゃんとそれはね取り揃えないと。そうですね、ね、まあ、せっかくやってきたことでいい結果を出すためには、うん、まあ、多少のお金はかかってもしょうがないかなっていうふうには思うけどね、うん、はい、まあ、今年の、ね、春の選抜から取り入れられて、まあ、夏の甲子園大会では今年が初めてとなるので、はい、やっぱり風物詩というと夏のカキーンというあの音が風物詩だったんですけど、ポコンじゃダメだな、ポコンがポンっていう感じで音の変化、それからホームラン数の変化、あとは、まあ、やっぱ守備がいいチームが勝っていくのかなとか、まあそうだね、ちょっとそれなりに変化は出てきそうですね。変化にとらわれないで、はい、純粋に野球をやることだな、まずはね、まずは、うん、だから飛ばないから飛ぶとか、あんまり神経質にならない方がいいよ。もともと高校生のレベルだとそんなにボン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 出るものでもないしね、うん、ただまあ劇的なホームランはあるけども、今のバットでじゃあホームランが出ないかって言ったらそんなこともないわけだから、うん、まずはやっぱこう自分たちの野球をやるというかね、うん、それに集中してほしいなっていうふうに思うよね。そうですね、はい、